こんにちは。今日はダイソーのリサイクルコットンサックスブルーを使って網目模様の春夏セーターを編んでいきます。使うかぎ針は7号です。まずは作り目を編んでいきます。鎖編みが4目、1、2、3、4、4目編めましたら、一つ目の鎖編みに長編みを編みます。これで作り目が1回できました。次からは鎖編みが3目です。1、2、3。先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み。作り目が2回できました。次は3回目。鎖編みが3目。先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み。これを繰り返して作り目が25回になるまで編んでいきます。作り目が25回できました。半分に折って26センチぐらいになっています。こちらの作り目が身幅になります。今日の模様編みは作り目が何回でも大丈夫ですので、お好みの身幅になるまで編んでください。今日の模様編みは2段1模様になっています。1段目は作り目の長編みの足の方に編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって、1つ目の作り目に細編みを2目編みます。鎖編みが2。次の作り目に細編みが2。鎖編みが2。次の作り目に細編みが2。鎖編みが2。これを繰り返して最後まで編んでいきます。作り目の最後まで編んでいきました。細編みが2で終わっています。次は2段目。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。一つ目の細編みは立ち上がりがありますので、長編みの代わりとなります。二つ目の細編みに長編み。鎖編みが2。鎖編み2を飛ばして、細編みの頭に長編み。隣の細編みも同じ長編み。鎖編みが2。鎖編み2を飛ばして、細編みの頭に長編み。隣も同じ。鎖編みが2。これを繰り返して最後まで編んでいきます。2段目最後まで編んでいきました。最後は、細編みの頭に長編みが2で終わっています。次は3段目、1段目と同じです。鎖1で立ち上がって編み地を裏に返します。長編みの頭に細編み。隣の長編みにも細編み。鎖が2。鎖編みを2目飛ばして次の長編みの頭に細編み。隣の長編みにも細編み。鎖編みが2。鎖編みを2目飛ばして、細編みが2。鎖編みが2。鎖編みを2目飛ばして、細編みが2。鎖編みが2。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。
最後の長編みに細編み、そして立ち上がりのところは束にとって細編み。これで3段目が編めました。次は4段目。鎖編み3目で立ち上がって編み地を裏に返します。1つ目の細編みを飛ばして2つ目に長編み。鎖編みが2。鎖編みを飛ばして細編みのところに長編み。隣の細編みにも長編み。鎖編みが2。鎖編みを2目飛ばして細編みの頭に長編み。隣の細編みにも長編み。鎖編みが2。これを繰り返して最後まで編んでいきます。4段目最後まで編んでいきました。このように1段目、2段目を繰り返して好きな着丈になるまで編み進めていきます。59段目まで編んでいきました。1段目の模様で終わっています。ここでもう一度糸を引き抜いてここでカットします。59段で58センチぐらいになっています。同じものをもう1枚編みます。同じものが2枚編めました。それではここから肩と脇をつないでいきます。2枚の編み地を中表に合わせます。こちらの編み地は編み終わりを裾に持ってきます。編み始めの作り目が肩の方になります。作り目の糸端が上の編み地は右側、編み終わりも同じ右側です。下の編み地は編み終わりが左側、作り目の糸端も左側から出ています。それでは襟の開き止まりにマーカーをつけます。こちらの作り目が1,2,3,4,5,6,7 回目。ここにマーカーをつけます。反対も同じです。作り目の1,2,3,4,5,6,7 回目にマーカーをつけます。マーカーからマーカーまでのこの作り目は11回になっています。それでは肩を閉じていきます。一番端の作り目に針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖1で立ち上がって細編み。鎖編みが3目。次の作り目に針を入れて細編み、鎖編みが3目、次の作り目に針を入れて細編み、鎖編みが3目。これを繰り返してマーカーのところまで閉じていきます。マーカーのところまで閉じてきましたら、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。反対の肩も同じようにして閉じていきます。反対の肩も閉じてきましたら、余分な糸端はとじ針で糸処理をしておきます。肩の糸処理ができましたら、次に脇を閉じていきます。こちらの肩のつなぎ目から、この長編みの段が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11回目のところにマーカーをつけます。後ろの編み地も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11回目のところに合わせます。こちらが袖ぐりになります。
だいたい肩まで21センチぐらいになっています。袖を太くしたい場合はマーカーを裾の方にずらしてください。袖を細くしたい場合はマーカーを肩の方にずらしてください。お好みで決めていただいて大丈夫です。今度は裾の方から長編みの段が1、2、3、4、5、6、7回目のところにマーカーをつけます。下の編み地も同じように 1、2、3、4、5、6、 7回目のところに合わせます。サイドにスリットを入れたいと思いますので、このマーカーのつけたところに針を入れて、ここから閉じていきます。糸をかけて持ってきて、鎖1で立ち上がって細編み、肩と同じように鎖編みが3目、細編みの段を飛ばして長編みの段に針を入れて細編み、鎖編みが3目、細編みの段を飛ばして長編みの段に細編み、鎖編みが3目、細編みの段を飛ばして長編みの段に細編み。これを繰り返してマーカーのところまで閉じていきます。マーカーのところまで閉じてきました。もう一度糸を引き抜いて、ここでカットします。こちらの糸端はとじ針で処理をしておきます。編み始めの糸端も糸処理をしておきます。糸処理ができましたら、反対も同じようにして閉じていきます。どちらも脇が閉じられましたら、編み地を表に返します。編み地が表に返せましたら、ここから袖を編んでいきます。模様編みは身ごろと同じになります。袖は輪にぐるぐると編んでいきますので、往復編みではなく、いつも左方向に進んでいきます。それでは1段目、こちらの閉じている脇のところの上の段、この長編みに針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じところにもう一目細編みを編みます。鎖が2、細編みの段を飛ばして次の長編みの段に細編みが2、鎖が2、細編みの段を飛ばして次の長編みの段に細編みが2、鎖が2。これを繰り返して肩のつなぎ目のところまで編んでいきます。肩のつなぎ目のところまで編んでいきました。ここは鎖編みに押して飛ばして次の長編みの段に細編みが2、繰り返し鎖編みが2、細編みの段を飛ばして長編みの段に細編みが2、鎖が2、細編みの段を飛ばして長編みの段に細編みが2、鎖が2。このようにして最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。細編みが2、鎖が2、そしてこの脇のつなぎ目を飛ばしてマーカーの目に引き抜き編みをします。これで1段目が編めました。こちらの脇の穴は
編み始めの糸端を処理するときに少し穴を閉じますので、このまま置いておきます。次は2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。隣の細編みの頭に長編み、鎖編みが2、鎖編みを2目飛ばして細編みの頭に長編みが2、鎖編みが2、鎖編みを2目飛ばして細編みの頭に長編み、鎖編みが2、鎖編みを2目飛ばして細編みの頭に長編み。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編みをします。これで2段目が編めました。次は3段目、鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。隣の長編みの頭に細編み、鎖編みが2、鎖編みを飛ばして長編みの頭に細編み、一目ずつ編みます。鎖編みが2、長編みの頭に細編み、鎖編みが2、長編みの頭に細編み。このようにして最後まで編んでいきます。3段目が編めましたら、次は4段目、この1段目と2段目の模様を繰り返しながら好きな袖の長さになるまで編んでいきます。袖を25段まで編んでいきました。長さは29センチぐらいになっています。私はここで終わりにしたいと思いますので、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で処理をしておきます。試着をしながらお好みの袖の長さまで編んでください。袖の編み始めの糸端は脇の穴を閉じるようなイメージで糸処理をします。反対の袖も同じようにして編んでいきます。どちらも袖が編めましたら、これで完成になります。まっすぐ編むだけでとっても素敵なセーターができました。編み目のような模様編みがとても可愛いです。サイドのスリットがアクセントになっています。リサイクルコットンが7玉で編めますので、ぜひお好みの色で編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。